ここか。いよいよだね。乗り込もう。顔してんじゃないよ。行くぞ。チャンスだ。
ちやるしかない。
報によると最深部に新型核。新型って今までの魔導アーマーとどう違う？バーサタイルは魔導アーマーと融合して自分を改良し続けるつもりだし。ヤツの作った死骸はインソムニアを壊滅させた。破壊するなら今しかないね。でないと大変なことになる。急いだ方がいいね。ターゲット発見。排除せよ。ターゲット発見。排除開始。
次から次へと。
745年11月21日記録。今日はなんと喜ばしい日だろうか。グロブス渓谷に現れた六神の一柱氷人を我が精鋭たる魔導兵と死骸の混成部隊により倒すことに成功したからだ。投入した部隊は壊滅状態だが問題ない。はるかに大きなもの氷人のデータが得られたからだ。早速分析を開始し、神と戦うにふさわしき魔導兵器の開発を始めることにしよう。我が研究の成果である魔導兵器が全ての神を殺す日も近い。全ては我が研究のために。何なんだこいつ。724年10月24日記録。魔導兵の量産体制が確立したことにより帝国はルシスを圧倒し、インソムニアは包囲下にある。だがこれで満足するのは平である。地下死骸を生成する際にごく稀に失敗として生まれる死骸、その非順応性ゆえに死骸そのものの利用は考慮されていなかったが、魔導兵を凌駕するあの力を利用しない手はない。思い返せば私の研究は死骸と共にあった。死骸研究を進め、死骸そのものを利用できればさらなる躍進につながるは必然である。我が研究こそが帝国の基盤である。狂ってる、こいつ正気じゃない。